ジョインターブランドのフライフィッシングアイテムをプロデュースしている引地です。今回ジョインターグラスロットを作りにあたって、私がこう目指したことっていうのがいくつかありまして、まずはかっこいいロットを作りたいっていうのが一つだったんですね。かっこいいロットっていうのはやっぱりこうブランクのクリア感が出せるようなグラスロットで作りたいなって思ったのが最初なんですよ。で、次にキャスティングしやすいこと、合わせ切れがしにくいこと、バレにくいこと、こういうロットを作りたいと思いました。実際どこのこう工房というか、どこで作ったらいいんだろうって考えた時に、ノースカントリーアングラーの加藤さんのところに、2、3年前にお邪魔したのが最初です。そこの工房を見た時に、その雰囲気というか、なんかこうこの人だったら自分のイメージした通りのロットを作ってくれるんじゃないかなと思って、最初相談しに行きました。そしてCTS の UD グラスっていうのがあるよって教えてもらって、庭で早速振ってみたんですけど、まず驚いたのがキャスティングのしやすさだったんですね。全く、グラファイトロットと重さは変わらないんですけど、キャスティングもスムーズに伸びていくし、何よりラインスピード遅くできたんですよ。これが私の中ではちょっとグラファイトにはない良さであって、このキャスティングスムーズにラインが伸びていく、さらにスローな感じというかラインコントロールしやすいんですけど、結局はそれができるのは、あ、このロット素晴らしいなと。これで加藤さんと、いろいろ組んで作れたら最高のものができるんじゃないかなっていうふうに確信したのを覚えてます。ノースカントリーアングラーの加藤誠です。岩手に来て、そうですね、今年で27年目になりますかね。岩手に越してきた理由というのは、川が近いという一番釣り師としては非常に純粋な動機で、みんなからはそれはずるいと散々言われて、岩手にいます。ジョインターグラスというロッドを作らせていただきましたけども、たまたまその CTS という会社に、私がメールをしたところ、日本の川に非常に合うグラスロッドがあったので、それを使ってみました。それが今この手に持っています、UD グラス、ユニダイレクショナルグラスという名称の素材を使ったグラスロッドです。ユニはもう単一というユニという意味ですね。で、縦の方向に繊維を非常にこう使ってまして、非常に軽い、方向性がしっかりしている、かつカーボンほど硬くない、その特徴を兼ね備えたグラスロッドがジョインターグラスロッドだと思います。Thank you.